私さっき今まで、右上がりにするといいっていうふうに言いましたと。草冠の、上の部分とか、右冠の、2画目と3画目のそれぞれの終わりのところ、点で、結ぶと右上がりのシルエットになる。右上がりのシルエットがいいと。しかし、劣化に関しては、今、この右上がりになってしまってますねっていうふうに私、咎めてしまいました。で、これは、ちゃんと理由があって、劣化っていうのは大体その漢字の中で下の方に来ますよね。魚とか、なんていうかな、列、自然の然とか、大体劣化ってその漢字の中で下に来ますと。漢字っていうのは途中まで、前半中盤は右上がりになっても大丈夫っていうルールがあるんですね。もうこれ、楷書行書全部共通。前半中盤は右上がりになっても大丈夫なんです。で、一番最後の最後では、水平にならないといけないっていうルールがあるんですよ。これちょっと覚えていただくしかない。前半中盤までは、いくら右上がりになっても大丈夫。一番最後は、なるべく水平になりたい。そうすると、これって、右上がりのシルエットになってますよね。なので、劣化は、やってもここまで。行書であれば、ほんのり右上がりになっても大丈夫。なので、楷書で劣化を書く場合は、完全にこう水平。